ツイステッドワンダーランドスケアリーモンスターズ続きからやってきます。喧嘩はノンノンってポムフィオーレが言ってるよ。まあこれ言ってるのは確実にルーク先輩だね。でブチギレてるのはまあビル様だろうな。エペル君はブチギレそうなイメージないけど、もしかしたら田舎っぺでブチギレてるかもしれない。オラのこのテーマをぶち壊しに来たんだべかみたいな、なんかちょっとエペル君のイメージじゃないな。やめよう。あ、ビル様連れてこう。行くよ。スタート。ビル様が2人。もう最高。イケメンパーリない。絶対写真撮ってんだろ。スケアリーモンスターズ。頑張っていきまっしょいって言ってんだろ。もう、イライラする。やりたくない。いや、やりたい。続き気になる。でもあいつらは見たくない。あ、ほら、ポムフィオーレ寮生が、美を追求してるこの寮生たちがブチギレてるよ。醜い振る舞いの数々。もう我慢ならない。決闘だ。あ、手袋先輩、君たち手袋を拾いたまえ。まさかこんなところで会えると思わなかった。あ、お久しぶりです。あ、手袋投げられた。あー、ほらほら、また写真撮られるよ。お、足元に手袋落ちてるっすよ。伝わらない。おや、すまない、ありがとう。いや、拾うんかい、拾ってもらったんかいって自分で拾ってしまったじゃないか。私ではなく君たちが拾うんだよ。かわいい手袋先輩、かわいい。またはしゃいでるこいつら。お兄ちゃんめっちゃノリいいね。一緒にコント動画撮ってアップしない？うるさいよ。これ出た、 YouTuber じゃない、迷惑系 YouTuber じゃない、きっと。コンビ結成記念に1枚イエーイ。はあ、イライラする。くっ、この雪辱の数々。いや、屈辱か。耐え難い。決闘から逃げるとは、名誉をかけて尋常に勝負しろ。伝わらないんだろうね、このポムフィオーレの空気感は。みんな、喧嘩はノンノン。やめてくれたまえ。ああ、怒ってる。ビル様とか勝手に写真撮られそうじゃない？なんなの、この騒ぎは。寮生がみんなカンカンに怒っているし。それに、あのお客さんたち、撮影禁止の鏡の間で写真を撮っているは案の定だよね。あのさ、前回のエピソード1で出てきたさ、ビル様のファンの男の子の方がさ、男の子ではなかったか、男の人がどれだけさ、礼儀正しかったか、ほんと、しみじみ、来る。はい。あ、エピル君。あ、ビル先輩、どうしてここに？来ちゃダメです。ブチギレるもんね、絶対。え？あ、違うか。余計騒ぎになるもんね、ビルさん来たら。あー、ほら、案の定。ビル・シェーンハイトだ。もう500万人だからね、フォロワー。本当に来た。その仮装パレーいけてるっす。足長、顔小さ。最高に綺麗。あーあーあー、もうもうこれ最悪。フラッシュで目がチカチカする。あーあー、やめろやめろ、お前ら、ほんと。あーおお、エペルが怒った。やめろっつってんべや。田舎っぺが出てるよ。君たち、ビルの美は、気軽に消費されていいものではないんだ。スマホをしまいたまえ。うわあ、もう。ヒューボディーガードがついてるとか、さすがスーパーモデル。もうめっちゃ顔がいいかな、このボディーガードも。で、そういうわけじゃいかないんだよ、お前。このままじゃ、おちおち会話もできない。処刑する？エペルとルークがマジカメモンスターの盾になってくれている隙に、マジカメモンスター。魔法で彼らを追い払うしかないわ。お、ビル様早速行ったね。あ、今回先生来ないんだね。あ、先生たちも全員出払ったのか。楽しんでいきましょい。やめろ、お前それ。ほんともう向かってくるから。あ、そういえば相性見てなかったわ。まあ、マジカメモンスターごときに負けることはないだろう。やったぜ。もう、相性最強。もう、土砕で来てくるだろう。あー、どうしよっかな。あー、ジェイド当てるか。ジェイド、アズール。わかりました。まあ、アズールが、多分、火属性で被るんじゃないかって祈ってる。うわ、あいつ。うっせねえわ。見た今。見逃し。見てきたよ、回復。あれ？で、コミワホ撃った今。一回しか攻撃しなかった気がしたんだけど。気のせい？まあいいや、ダブル貴族生だと思ってビルさんも二人飛ばそう。行け、ダブルビル様。本当にダブルビル様だ。はい、行こう。風を運べ。マジカメモンスターのくせに回復使えるってのがもうちょっと許せないな、これ。ダブルフレームブラストだった。ラスト。またダブルビル様でこれこと足りるんじゃね？真剣に考えた。一応リドル飛ばすか。これでごめんじゃない。でも SS レアのさ、育成がさ、滞ってきちゃったんだけど。授業回しても全然上がんないしさ。かといってあのアイテム使っても全然上がんないしさ。どうしようかなって。やっぱ課金するしかないのかなって思ってる。育成課金して配信するのもありかもな。ひたすら授業回す。個人的にちょっと楽しいな。授業回してる時が一番楽しいかもしんない。血の気が多いわね。なんかね、イケメンを育てているっていうこの気持ちがね、最高に嬉しいの。わかる？
あ、はい、続きいきます。はい、超喜んでる。はっはっは、我らが寮長の力を見たか。おととい来たまえよ、喋り方で。一体何があったの？お客さんが撮影禁止の鏡の間で写真を撮り始めたんです。ほんと質が悪い。学園長にも闇の鏡は大切なものだから撮影させてはいけないときつく言われていたのに、みんなでやめてくださいと伝えたんですけど、全然言うことを聞いてくれませんでした。もうスマホ全部叩き割ればいいと思う、ほんと。なるほど、大変だったのね。でもそれならどうしてすぐにハロウィーンの運営委員長である私を呼びに来なかったの？まあ、騒ぎになると思ったっていう、まあ、気遣いだったんだろうけどね。あのままじゃいつ寮生とマジカメモンスターの間で喧嘩が始まってもおかしくなかったわ。それはすみません。おー寮長、フェルミエ君を叱らないで開けてください。寮生たちみんなかばってくれるね。彼は寮長を守るために必死に戦ったんです。私よ。そう、彼らの一番の狙いはビル、君だったんだよ。マジか。ナイトレイブンカレッジの鏡の間に行けばスーパーモデルのビルと一緒に写真が撮れる。あーね、エペル君はビル様をそんなね、なんつの、安受け合いっつの、安売り合い、なんか違うな、日本語がたどたどしいよ俺。なんかそういう風にしてしたくなかったんだろうね、憧れの先輩を。マジカメでは評判になっているそうだ。あの少年と撮った時の写真がバズってたのかな、もしかしたら。彼らは鏡の間にやってきたビルを撃射しようと待ち構えていたんだよ。もう最悪。先ほどのように冷やおうなしにプライベート写真を撮ってアップするつもりだったんだろう。タチの悪いパパラッチね、本当に。フェルミエ君はそれを止めようと寮長に助けを求めず懸命に頑張っていました。もうエペルいい子。私たちも彼の勇気に奮起されて戦ったのです。それで手袋投げたの？そう。エペル、あんたのおかげで不本意な写真がマジカメにアップされずに済んだ。助かったわ、ありがとう。優しいビル様、ちゃんとお礼言った。いえ。かわいい。うんうん、エペル君はそれはそれは勇ましかったよ。お客さんたちは注意をするエペル君の愛らしさに感銘を受けてね。まあ確かに可愛いよな。なんかあのショタ、あの可愛らしいショタが一生懸命な姿とかもうやばいよね。100年に一度の美少年としてマジカメでバズると彼にもそのスマホを向けたのだけれど、もうクズ、ほんとクズ。そしてルーク先輩の刃をスマホっていうあたりのその、なんぞ切り返しがまた面白い。お？あははは、怒ったんだ。田舎っぺ出たんだ。てめえ何考えじゃんぜや。どこの方言これ。聞かねえやつばぶっ飛ばすぞ。と、短歌を切ったエペル君はお客さんたちに飛びかかろうとしたんだ。いや、めっちゃ凶暴エペル君。怖っ。一瞬止めるのがためらわれるほどの勢いだった。元気いっぱいだね、トレビアン。いや、ルーク先輩寛容だね。唖然としてる。唖然としてるよ。ルークさん、全部話さなくたっていいのに。言葉遣いと態度は後でしっかり正すとして。怖い。揉めた理由は分かったわ。マジカメモンスターは写真撮影禁止の看板をきちんと見ていたのよね。絶対見てるはず。はい、ですが減るもんじゃないしと言い訳をされてしまいました。いや、何が減るもんじゃないしで、お前の判断でそれを決めることじゃないから。うぜえ。もう超耐えらんね。ルールを知っているなら破って追い出されても文句は言えないでしょ。マジもう二度と立ち入らせないでこの部屋に。こちらには正当な理由があるわ。迷惑なマジカメモンスターはこっそり追い返して。わかりました、きっと彼らに目に物を見せてやります。おう、もう手袋バンバン投げつけてやろうな。注意しても取り合わずにヘラヘラと、とても失礼な者たちだったね。あー、いるいるいる、そういう生きってるやつらがね。ほんと、もうルールに従わない俺かっこいいだろうみたいなやついるんだよ。美しい鏡の間にはとてもふさわしくない、退治されて当然のモンスターだ。ほんとだよ、もう二度とナイトレイブンカレッジの敷居をまたぐな。大切な鏡の間と親愛なるポムフィオーレを守るため、せめて苦しまないように仕留めるよ。仕留めちゃうんだ。こっそりって聞こえた？危害を加えてはダメよ。弓で射抜くんじゃね。確かルーク先輩ってカリウドだったよね。ウィー、もちろんだよ。ウィーの発音合ってた？本当に分かっているのかしら。どうも血の気が多いわね。まあ若いってしょうがないよね。品と美しさを重んじるポムフィオーレに、無粋なマジカメモンスターは天敵ってところかしら。エペル、これ以上の問題が起こらないよう一緒に見張りましょう。はい、
なんかビル様器でっかいね。大人だわ。本当に学生って思うんだけど、高校生って、なんか疑問系になるよね。なんかみんなさ、どこの寮もさ、ブチ切れてたのにさ、寮長こんだけ大人の対応するってすごいよな。うわ来た。どうすんのイデア超気になるんだけど、想像つかないよね。あー、これめっちゃ欲しいんだけど。次回だよね多分。これ見れないの、イラストとアップで。あ、見れないっぽい。マジか、残念。相手は火と水。まあの相性だね。大丈夫、ご利用せる。マジカメモンスターなんて怖くないさ。衝突不可避。おー、イデア。いやー、さっきのお客さんたちの態度ひどかったな。そんなに？マジカメモンスター、自分が楽しいから周りも楽しんでるって思ってるタイプの最悪の陽キャ。ほんと最悪だよね。絶対に遭遇したくない。出会ったらどう考えても衝突不可避。もしもうちの寮にもマジカメモンスターが現れたらどうするか対策を立てておかないと。もういるんじゃない？絶対いるよ。僕よりずっと人と話すのが得意なオルトに対応してもらうのが吉かな。だね。でもさ、前回このハートのなんたらって言ってたじゃん。あの枝がハートみたいって、それがきっとバズってもう溢れかえってるよ。もう想像がつくもん、容易に。ハートをどんどん取っていきましょうって言ってる、きっと。デデンって言うよこれ、きっと。あれ意外と静か。いや違う。なんか暴走してる、絶対オルト。これなんか波動砲とか打ちそうなんだけど。魔導エネルギー充填開始。え、これイグニハイド寮生の寮服？まじまじと見たことないんだよね、そういえば。イグニハイドの寮服は。オルトやめろ、そこまでしなくていい。くっ、ダメだ。魔導砲にエネルギーがどんどん集まってきている。このままじゃ俺たちも巻き込まれる。充填完了後、最大出力でビームを発射。やばいやばい。ハロウィンウィーク参加者を一掃しちゃっていいのか。中には、いや多分迷惑客しかいないな。一掃しよう。イデアの発音が、反応が面白い。何事って。あ、イデア欲しいな。イデアいいな。一掃ビームって聞こえたんだけど。あー、寮長来てくれたんですね。オルトが魔導ビームを放とうとしているんです。いくら話しかけても反応がなくて、暴走状態じゃん。そこのお客さん、危ないから早く逃げてください。かわいい、あの子ロボットの仮装しているよ。実際ロボットなんじゃないのかな。なんかオルトとイデアのストーリーって重そうな気がするんだよな。まだパーソナル見てないからわかんないけど。ちょっと見に行こう。え、ほんとだ。携帯ショップの入り口とかに置いてある案内用のやつから。いや、誰がペッパーくんだよ。お前バカにしてんのか。超ユニークな仮装1枚取っていい？ビームで狙われてるっていうのに逃げる気ゼロ。危機管理能力低すぎか？だね。充電 30% 完了。40% 完了。やばいやばい、残り 60%。キャンセルコマンド？あー、甲冑が邪魔でタイピングできない。かわいいなお前。どうして生体認証にしなかったんですか？迅速にアップデート希望。うん、すごい量って。でも今はとにかくビーム発射に備えてゲストたちを外に出すんだ。やっぱさすがね、なんつうの、科学電子工学に長けた量だよね確か。うん、会話が面白いよね。生体認証にしなかったのかとかとっさに出てこないよね普通。次か。え、大丈夫だった？とりあえずオルト外に出せたと思ったらいきなり外。誰が映えかこの。追い出すぞ。え、イデアかぶってるし。マジか、かぶってると思わなかった。戦闘中ぐらい取ろうよ。アゼル連れてくか。ちょっとマジカメモンスター強くなってるし。 HP 2万3000なんだけど。効率よく行きましょう、ジェイド。やったって。あ、いいねいいね。でもちょっとあのマジカメモンスターの女の子かわいいな。ダメだ、そんな色気に騙されてはいけない。相手全部水だし。あー、もうビル様アズール。あ、どうせなら失敗したな。イデア出せばよかったな。まだ終わんないんじゃない？いただきます。あ、終わったね。イデアの喜ぶ姿だけ見よう。これは一瞬しか見れなかった。お、早かったね。エピソード1終わるの早かった。エピソード2が結構盛り上がるのかな。全然へっちゃらだよ。お、オルト？とりあえず追い出せた。お客さんみんないなくなったよね。
オルトも止められたし、なんとかビーム発射は防げたけどか。兄さん、なんであいつらを追い払っちゃったの？あともうちょっとで悪い奴らをやっつけられるところだったのに、相当怒ってるじゃん。やっつけたらダメなんだって。イデアもちゃんと運営委員としての仕事してる。オルトがあんなに怒るなんて、一体何があったの？これを見てよ。本？これって、図書館の本？うわ、濡れてるし、ベタベタしてる。いや、もう、備品を粗末に扱わないで。甘い匂い、もしかして、ジュースで濡れてる？さっきのお客さんたちが、図書館内でジュースを飲んで、お菓子を食べてたんだ。いや、もうマナーがなってない。栄養補給なら外でお願いしますって言ったんだけど、聞いてくれなくて。それどころか、ロボの仮装かわいいって僕を囲んで、ツンツンし始めたんだ。は？ツンツン？なんて失礼な奴らだ、本当に。君、近所の子、ワッフル食べるって、航空パーツに食べ物を無理やり入れようとしてパーツなんだね。異物が入り込むと、故障の原因になっちゃうよ。やめてって揉み合ってるうちに、ジュースの缶が倒れちゃって。大切な図書館の本を汚して、ごめんなさい、イコールと。そうだったのか。確かに注意を聞かずに図書館で飲み食いするのは許せませんな。でも、一般人にビームを出そうとするのは、世間的にもう、待って、世間的にはもっと許されないっていうか。寮長、彼らは図書館のテーブルを占拠して、ずっと大きな声でおしゃべりをしていました。ああ、もう勘違いしてるね。プロジェクションマッピングを楽しみに待っていたお客さんたちは、とても迷惑そうにしてた。ああ、図書館で大声を出して飲食なんて常識がなさすぎる。オルトが怒るのも当然です。本当寮生たち一個みんなかばってくれる。それになんだ。うわ、さすが名門ナイトレイブンカレッジだわ。みんな超頭良さそう。すげえ。ちょお兄さん、俺らになんかためになること教えてよ。し、なんか言ってるよ。みんなこの人に注目。うわー、うぜえ。で、陽キャの絡みはね、陰キャには辛いよね。わかるわかる。って絡まれてしまったんです。つらー。いや、イデア。イデアかわいい。いや、もうちょっと次パーソナルストーリーイデア見よう。イデアの実験技がさ、あれ、なんかすげえエロくない？いや、あの顔めっちゃ好き。あ、もう続きやっていこう。陽キャにやられたら一番嫌なやつ。頼む。一人が好きな人間のことは放っておいて。わかる。超わかる。一人でね、したいのになんか余計なお世話してくるやついいんだよな。いくら逃げても、今何か言った？ナイトレイブンカレッジのこともっと教えて。マジカメやってる？ ID 交換しよう。なんで見ず知らずのお前と。うちらも友達じゃんと言って追いかけられました。勝手に友達になってくる。心の壁ぶち破ってくるからね。超迷惑。俺たちが無理やり絡まれていたから、オルトはマジカメモンスターを排除しようとしたんです。本当いい子。これ以上大切なハロウィンを妨害するなら、容赦しないと事前にビーム音も発していました。おおおお。オルトは寮を守るという務めを果たそうとしただけなんです。そうだったのか。オルトは本当にいい子だ。みんなのために頑張ってくれて、ありがとう、イデア優しい。お兄ちゃん。全然へっちゃらだよ。だって、みんなで楽しいハロウィンを過ごすためだもん。うわ、もういい子。オルトかわいい。オルト。さっきは充填に手間取っちゃったけど、いや、ちょ、マジ、いや、そういうことじゃないから。一発で焼き払えってことじゃないから。次はすぐにビームを発射できるように常に窓エネルギーフル充填状態にしておくね。やめなさい。それはやりすぎ。お客さんに窓ビームを放ったら、僕もオルトもどんな処分を受けるかわからない。オルトよりも早くマジカメモンスターを見つけてこっそり追い出さないと。新しいミッションが増えたね、イデア。頑張ろうな。さあ来てよ。俺の大好きなリリアが出る。ディアソムニア。え、どうすんの？何がどうなるの？誰がブチギレるの？セベクとか？セベクとシルバーは確実に切れそうだよね。リリアはなんかこう、やっぱ大人としての余裕があるからたしなめそうだけど。マリウスさんとかどうなんだろうね。感情をそんなあらわにしたりしないじゃん、あの人って。まあ、まだ付き合いも短いからさ、4章の途中だから、なんとも言えないけど。想像がつかないな。リリア！え、待って。エスリアのマリウス様いないんだ。ちょっと残念。まあ、配布出るまではノータッチですよってことなのか。ちょっと残念だね。
お前たちは下がっていろ。え、今マリウス様のセリフじゃね。だってシルバーとかセベクとかお前たち下がってろって言わないよね。あ、リリアか。え、どっちだろう、どっちが言うんだろう。いる、顔がいいのが二人いる。たかが写真のために魔法師の集うナイトレイブンカレッジを荒らす者がいるとは。あの客人たちはなぜそこまでして楽しげな写真を撮ることにこだわるのだろうな。本当にな、自分さえ良ければいいってのが本当許されない。さあの、こればかりは種族も何も関係なく個人の価値観の問題じゃ。人に迷惑をかけるのは良くないが、誰が何を大切にしようとそれ自体は責められない。ただわしらの大切にしたいものとマジカメモンスターの大切にしたいものは違う。故に衝突するのじゃ。ふむ、大切にしたいものか。マジカメモンスターとわしらでは重きを置くものがあまりに違いすぎるからの。大方ディアソムニアのハロウィーン会場も大変なことになっとるじゃろうよ。さあ急いで向かうとしよう。リリア冷静だね。ここは、あ、もうこんな立派なところをね、もう、あ、セベックが怒ってる。案の定、この無礼者、ディアソムニアを汚す者は、ひいてはマレウス様を汚す者、これ以上は許しておけんぞ。シルバーは、あー、声でけえって言われてる。パーソナルストーリーでも言われてたな。声でけえ、空気ピリピリ震えてるわ。お兄さん姿勢良くてかっこいいのに超面白い。絶対バズる。誰も面白いこと言ってないよ。やめやめろその声。写真撮らせて、その後ムービーもお願いします。パシャ、やめろ。貴様、スマホをしまえと言ってるだろうが。いや、切れるよな、そら。ほらな、大変なことになっとったじゃろ。セベク、血の気の多さは祖父に似たのか。あれ、祖父、お父さんのこと知ってるんだ。は、若様、それにリリア様も。お見苦しいところをお見せして申し訳ありません。怒鳴ったところで解決しないと何度も言っているのですが、いや、まあ怒鳴りたくもなるしな。シルバー、お前はいつも甘いのだ。今すぐ僕がこの者どもを追い払います。少々お待ちください。いい、お前たちは下がっていろ。お、マリウス直々。そこの観光客、あ、まさか茨の谷のマリウスドラコニア。やっぱマジフトで結構人気なのかな。やべえ、あ、ほら、やっぱマジフトだ。マジフト中継で見たまんま本当にナイトレイブンカレッジにいるんだ。ふん、さすがに無知な人間どももマレウス様のご存命は知っていたか。少し話をしようか。業に入っては業に従えという言葉を知っているか。もっともな言葉だね、それは。お前たちが何を考え何を好んでもそれ自体は悪ではない、責めもしない。だが一歩この学園に踏み入れたからには学園のルールに従うべきだ。多少不自由でも破ることが簡単だとしても規則は守る。それが礼節ではないか。あ、なんと尊きお言葉。これで響かぬはずがない。まあ俺らはな、やっぱツイステ大好きな俺らにはもうその言葉はすごい胸に響くんだけどな。ああいうにわかのやつらには一切ひば、いや、かんだ、響かないんだと思う。ああ、マレウス様が直々にそれもこんなにも丁寧に話をしてくださったんだ。きっと客人たちも納得してくれるだろう。ん？人間どもの様子がおかしいぞ。どうする気？ひそひそ、なんじゃ？なんだよ。じー、なんだ、じろじろと僕を見て。そんなに妖精が珍しいのか？うわー、うぜえ。ウェーイ。うわ、何パシってどういうこと？な、え、何したの？なんてことだ。マレウス様の腕に気安く触る人間が触ってきたの？あのマレウスに？もうとんでもねえ度胸してんだあいつ。締め上げて。マレウス様を驚いていらっしゃるし。どうしたセベクは？セベクは言葉を失っている。まあそうだよな。触れるのすら恐ろしき。憧れの人に平気で触る一般人だもんな。あの人間たち、マレウス様に危害を加えるつもりでしょうか。あのような者どもでは、マレウスに傷一つ負わせられ、その心配はいらぬが、やつら、一体何を考えているんじゃ？ね、何？ドラコニアチャレンジ成功。舐めてる。いや、めちゃくちゃ舐めてやがる、これは。ドラコニアチャレンジ？超パネ魔力を持つって噂のみんながビビるバレマレウスドラコニア。
それに触ったとこ写真に撮るとか伝説級の偉業じゃん。それお前ファンに殺されるぞ。ガチガチのガチやらせなしの度胸試し、名付けてドラコニアチャレンジ。お前マレウス様を物扱いじゃねえかよ。いや、あーもうほんと腹立つ。なんか自分の好きなキャラたちをこうやってけなされるのがすごい腹立つ。もう金目的じゃん。金じゃねえわ、いいね目的じゃん。信じらんねえ。これバズり確実っしょ。度胸試し、ふぅ、見てるだけでドキドキしたわ。手に汗びっしょり。すごすぎ。写真ちゃんと撮れたかな。ねえねえ、もうこいつら処刑して。俺この写真家宝にするっす。マレウスさんあざーす。なるほどな。お前たちが何を大切にしているかよくわかった。命よりも一瞬の刺激を優先するというのだな。いいだろう。ならばこの僕がお前たちに。あ、ブチ切れてる。う、相当切れてるじゃん。初めて見たかもしんないこの顔。飛び切りの刺激を与えてやる。ああ、いかんいかん。これは血とまずいぞ。マレウス、そのお給は人の子には血ときつすぎる。マレウス様、あの人間どもに怒りのいかづちを食らわせてやるのですね。いや、セベク、お前、生やすな。もてはやすな。このセベク、微力ながらお手伝いいたします。いや、止めろ。マレウスが殺人鬼になっちゃう。セベク、待て。セベクも頭に血が昇って、俺の言うことが聞こえないようです。このままでは人間たちに怪我をさせてしまう。シルバーよ、奴らにマレウスのイカズチが直撃する前に、わしらの魔法でマジカメモンスターを追い出すぞ。あ、はっ。シルバーも顔いいんだよな。欲しいな、ディアソムには全員ピックアップ来たらもう全員回しちゃうんだろうな、ガチャ。やめろ、その楽しんでいきましょう。もう締め上げてやるからな、覚悟しとけ。マレウス早く欲しいな。リリアとマレウスでパーティー行くみたいよね。ほぼ緑ばっかり。ビル様がいないからな、今リリア飛ばすのもったいない気もするけど。いっか、緑リリアと属性アズール飛ばそう。点上げ、アズールの、やめろ点上げ。アズールの SS レア欲しいんだよな。ちょっと相手固くね。ほら違うか、リリアがそんな育ってないもんな。レベル50ぐらいで止まってんだよね。あ、ビル様来たね。よいぞ、無事だ。相性が悪いね。まあまあ、でも3回攻撃って思えば、まあ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 、無理は禁物じゃん。回復した。ありじゃん。それマジ？試験がさ、今ハードちょこちょこ挑戦してんだけど、やっぱまだクリアできないんだよね。もうちょい育てて、ビル様と、ビル様とジェイドをグルービーして、やっとギリギリ生き残れるかなぐらいの状態なんだよね、今。早くね、挑戦したいんだよね、試験のハード。違うな、試験ハード早くクリアして。やっぱ育成すっか、課金して。一番課金。いや、でもな、一番課金して。ガチャ回してよな。もっと楽しめる。あ、一万課金したら、だったら俺単発でレオナとアズール狙いに行っちゃうな。難しいね。課金のタイミング難しいね。じゃあ最後行くよ。黙っていていいのか。これは誰だ、セベクのセリフか。黙っていていいのか。怒ってるね。超怒ってるね。ふう、なんとか人間たちを追い払ったか。話せリリア。奴らを消し積みにしなくては。超キレてる。こんな感情的なマレウス様初めて見た気がする。こら、落ち着かんか、マレウス。短期は損期じゃぞ。そうだぞ。落ち着けたと。忠告を無視され、無礼な真似をされた挙句、物扱いされ、それでも許せというのか。角太郎では怒んないのに、これはもう相当沸点引っかかるんだね、マレウスは。改めて言葉にすると、非常にひどいことをされていますね。本当にな。まあ、そっか、マレウスもブチ切れて当然か。しかも最終的にマレウス、写真のネタの物扱いだもんな。許せないわ。マジカメモンスターたちは珍しいものや綺麗なもの、価値のあるものを取りたがる。だからといって、茨の谷の王子マレウス・ドラコニアまで取りたがる命知らずとは思わなんだ。本当だね。リリア様、あのような人間に心を砕く必要はございません。お、妖精たちも。そうです。ジグボルトの言う通りだ。あ、今度は、あれか、セベクのこと守ってくれるのか。寮長に無礼な無礼を働くばかりか。俺たちの忠告を無視してやりたい放題。ディアソムニア領を侮ればどうなるか。あの無礼者たちに身の程を思い知らせるべきです。おお、みんなプリプリに怒っとるの。シルバー、わしとマレウスが来る前に何があったのじゃ。
彼らはオンボロ寮の中に入ろうとしたので、いやマジか、お前ら不法侵入もいいところだぞ。何？寮の中に？それはいかんな。そうだよ、もう研修生じゃないや、なんだっけ、監督生の俺とグリムにもちゃんと話聞きに来ないと。飾り付けに庭を使わせてもらってはいるが、あそこはシュウヤンたちの住まいじゃん。勝手に入られては迷惑じゃろ。マジカメモンスターたちはそれを知らなんだか。俺もそう思い、民家につき建物への立ち入り禁止の看板を立てたのですが、入ろうとしたの？こんなボロ屋敷に人が住んでいるはずなどないと言われ無視されてしまいました。なんてやつらだ。それどころか、あー、グリムが怒ってる。ふなー、あー、ただ、どうした？は？この悲鳴はオンボロ寮の中からか？どうした？俺様の寮に勝手に入ってくんじゃねえ。グリムが暴れてる。もう写真は勘弁しておくれ。そっか、ゴーストとグリムが一番最初のバズりだかんな。狙ってきてんだろうな。ゴーストにだってプライバシーはあるんだよ。うわ、いっぱいいる。待って、写真撮らせて。締め上げろあいつらを。おい、シュウヤン。あ、ここでシュウヤン出てくるの。捕まえて追い出してやれ。この大事な時に転んでる場合じゃねえんだぞ。あ、違う、グリムか今の。だよね。なんか、え、マリウス様口を荒くねと思ったら違った。ぐぬぬ、俺様たちの寮から出てけ。現在マジカメでオンボロ寮はゴーストスポットとして有名になっているそうです。ゴーストの写真を撮らなければナイトレイブンカレッジに来た意味がないと客人は絶えず。最悪だ。追い払っても追い払ってもキリがありません。アリンコのようにいるな。他人の家に勝手に入るとは、無礼なことをする輩がいるものよ。いろいろな人間を見てきたわしも、これには驚きじゃ。うん、怒ってる。ん？浮かぬ顔じゃな、マレウス。どうかしたか？まあ、廃墟マニアのマレウスからしたら、その土足で踏み入れるというのはもう許されないでしょ。オンボロ寮をディアソムニアのスタンプラリー会場に選んだのは僕だ。だから、この騒ぎは全て僕の責任と言えるだろう。いい人、マレウス。ピックアップ来たら絶対回すからな。あの人間にハロウィンを楽しんでもらおうと思っていたのだが。え、めっちゃいい人やん。え、いや、優しい。おすげえ胸に響く。こんな物騒に巻き込んで、間違えたわ。こんな騒動に巻き込んでしまうことになるとは。いや、いいんだよ。マレウス悪くないもん。マレウス。マレウス様を悲しませるとは、許すまじマジカメモンスター。お前たち、自分たちの王様がこのように侮辱されて黙っていていいのか。やばいやばい、気合入っちゃうよ。いや、許せない。寮長の名誉を守るぞ。このままではディアソムニアの、いや、ナイトレイブンカレッジの名を、れマジカメモンスターに粛清を。盛り上がっちゃってる。粛清を。ああ、やってやるか。お前たちにそこまでしろとは言ってないんだが、このままでは収拾がつきません。こりゃなかなか笑っていられない事態になってきたの。どうする、リリア頑張って止める。あ、終わった。これどうなんだろう。今一通り全寮見たけど、あ、こっから3次第違うな、エピソード3が始まるわけね。で、エピソード3でエペル君が手に入るのか。今確かカリム君だもんな。オッケー、で今回はここまでだね。次回はエピソード3、ソーラントリック。どんな感じかな。またマップ式で各寮ごとなのかな。あ、いや、1個ずつ見てくっぽいね。お、なんか書いてある。授業回数20回、ってことは100回回せばいいって感じかな。ね、前回100回だったもんね。余裕だね。あー、なんかもう、このハロウィンやったせいで好きなキャラ増えちゃったな。困っちゃうな、もう、育成したいキャラばっかだからさ。大抵の菓子は美味しく食うな。これ今プレゼントにカリム君いるんだ。マシュマロだけは苦手。最後にエペル君引いた時に一緒に出すんだ。はい。それでは、シュウヤンでした。大抵の菓子は美味しく食うな。